中里ゆうきのうさぎチャンネル。どうも皆さんこんにちは、中里ゆうきです。さて今回はですね、中里ゆうきからの重大報告ということで報告させていただきます。この度2024シーズンから NWSL ヒューストンダッシュに移籍することになりました。フリーエージェントになっていくつかのチームから、興味をいただいて、ね、そのチームとですね、話を、しながらですね、自分にとってここでプレーしたいと思わせてくれたチームが、ヒューストンだったので、ヒューストンに、決めさせていただきました。36歳という年齢でね、そんなにもう若くないですし、ね、この年齢になってもですね、すごい熱烈なオファーをくださって、ですごい必要としてくれる感が伝わってきまして、で、ね、実際にサインをする前にですね、町を訪れて、施設だったり住むエリアだったり、町の中とかですね、そういったところをこう紹介していただいて、でスタッフの何人かの方と話をさせていただいて、このクラブこの町で、力になりたいなっていう気持ちにすごくなったんですね。で、テキサス州のヒューストンっていう町は非常にね、暑いところなんですね。実際暑さは苦手なんですけれどもそこだけが一つ懸念点だったんですね。で、それ以外は非常に自分自身も納得のいく、ね、オファーでしたし、私が自分に対してする自分自身の評価と、ヒューストンが、してくださった私への評価っていうのがすごいマッチしてたんですね。そこにあんまりこうギャップがなくて、本当にこう自分自身が納得できる、素晴らしいオファーだったので決断しました。これまで、ね、長い間こうシカゴに行って、一旦ルイビルにね、行って1年間プレーしましたけれども、やっぱりいろんな情がありますし、シカゴで築いたチームメイトとの、ね、関係性だったり、コミュニティとの関わりであったり、でそういったところを考えると非常に離れるのは難しい選択でしたし、で先日、結婚をしたばかりっていうのと、シカゴにもね家を買っていたので、判断っていうのはこう自分自身の判断だけではできなかったですけれども、今回移籍っていう決断ができたのも旦那さんが一緒に来てくれるっていうところももちろん大きかったですし、多分それがなかったら結構この決断をするのは難しかったと思います。移籍っていう選択ができたのはそれの比重が結構高かったかなっていうふうに感じましたし、でもちろん昨シーズンのシカゴでの成績もやっぱり良くなかったですし、主力のメンバーがやっぱり抜けてしまって、力的にもすごく厳しい状態の中でやっぱりプレーをしなければならなかったっていう環境もありますし、自分にとって、最後やっぱり最後いい形で終わりたいってのがものすごくありましたし、やっぱりヒューストンにはタレントある選手が揃っていますし、で一緒にプレーしたいって思わせてくれるような選手がやっぱりいますし、でフランクフルト時代のチームメイトだった、ソフィーもいますし、そういったねプレイヤーがいたからっていうところもやっぱり判断基準の一つになりましたし、もちろんお金も良かったです。今までね移籍を繰り返してきた中でお金の面をこう基準にしてこう移籍を選択してこなかった部分が私にはありまして、それはそのお金っていうところをあまり価値にしてなかったからなんですね。けど今回はそこを結構大きな比重に入れました。それは自分一人だけのやっぱり生活ではなくなってきたっていうところもありますし、お金っていうのが自分自身の価値を決める一つの指針となってるってことはやっぱり間違いないですし、そこをの部分でしっかりとこう評価してくれたっていうクラブがこう初めてに近い形というか経験だったので、もうねキャリアの終盤でそのような評価をしていただけるなんて思ってもみなかったですし、
なんか一番今が一番しっかりこう評価されたかなっていう感覚がすごく強いんですね、うん、なので、まあ、来シーズン、まあ、ヒューストンでプレーすることってのは非常に楽しみですし、まあ、しっかりと暑さ対策をして体を順応させてっていうところもありますし、で監督が、スペイン人監督に決まりまして、で過去4シーズンですか、セルティックのレディースチームを率いてた監督で、まあ、そのあたりも楽しみの一つにもなってます、はい、なのでこうワクワクするような感覚っていうのを久々にこう味わえてるので、あのこのねワクワクする感じってのがやっぱ過去のね 2,3 シーズンなかったので、これ正直なところこのワクワク感がない中でこうサッカーをやってた自分ってのは少しもったいなかったかなっていうところはありますし、他の選択ももちろんできたと思うんですけれども、それはやっぱりいろんな事情がありますし、うん、そういったことをやっぱりこう乗り越えて今こういう選択ができたなっていうところは感じてるので、まあ、その時間があったからこそ今こうしてあのそういった機会をねいただけることができたのかなっていうのは思ってるんで、来シーズンまた新たな自分にこうチャレンジしていって、自分自身もこう成長していけるように、そしてチームをしっかり勝たせられるプレーっていうのをしていきたいと思います。今シーズンこそタイトルを取りたいです、はい、そこ目指して頑張っていきたいと思います。ということで、長里ゆうきからの重大報告でした。またね。